はい、今日はですね、世界でよさこいという日本文化の良さを発信している星名さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、早速まずは星名さんに簡単に自己紹介していただけたらと思います。はい、そうですね、今、まあ、紹介していただきましたけれども、世界を一応メインにですね、よさこいという、まあ、高知県発祥の、まあ、文化、踊りですね、っていうのを、パフォーマンスをして回っています、星名と申します。で、まあ、チームとしてはよさこい屋というチームで、まあ、活動していまして、まあ、立ち上げたのは昨年なんですけど、一昨年ですね、なんですけども、まあ、結構海外の方で、まあ、いくつか、まあ、パフォーマンスなんかもさせてもらっているというような形で、まあ、今回は招待していただいて参加させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。日本文化よさこいですね。いやー、楽しみはい。です。そういったところもちょっと深く掘り下げながら聞いていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ではですね、まず1つ目の質問からいきたいと思います。はい。星名さんの夢やビジョンを教えてください。はい。夢やビジョン。そうですね。私は、まあ、今先ほどちょっとお話しさせてもらった通りなんですけども、よさこいっていう、まあ、もの、まあ、日本の、まあ、一つの文化ではありますけども、まあ、民謡ですけども、まあ、そういったものを通して、まあ、世界でちょっと活躍する日本人をもっと増やしたいなっていうふうにちょっと思いで、まあ、やってますね。というのも、まあ、ちょっと簡単に言うと、まあ、いくつか、まあ、もともと私が、まあ、大学卒業した後に会社員をやってたんです。まあ、普通に海外業という形で仕事してたんですけども、まあ、結構海外のお客さんも日本のこと好きなお客さんがいたりだとかもしていく中で、まあ、結構自分って日本のこと知らないなって思ったりだとか、まあ、結構まあいろんな経験の中でやっぱり日本の人たちもっと海外に出てほしいなっていう、まあ、なんでしょうね、海外かぶれてるよりは単純に海外を見てみてほしいなとか、まあ、単純に海外知った上で日本の良さもさらに感じてほしいなっていうところもありまして、まあ、できればじゃないですね、まあ、世界でもっと活躍する日本人を増やしていきたいっていうのが一つのビジョン、夢でありますね。はい。素晴らしい。はい。そこをちょっと何個か聞いてみたいんですけど、まずは海外に行かれて、なんかまずは日本に今までいたところから海外に行かれて、あ、海外になんか発見？行ったことで気づいた発見をまず教えてもらいたいと思うんですけど、いかがですか？はい。発見っていう意味で言いますと、発見というか、へこんだに近いんですけど、まあ、海外営業をやるまでは、まあ、海外に関して全く興味がなかったんですよ。まあ、海外に行くこともないだろうなぐらいな感じの勢いで、本当に日本で一生過ごすぐらいな、まあ、ものだったんですけども、まあ、海外営業ということで、まあ、流れでというか、まあ、やらせていただいて、で、海外行った時に気づいたことっていうのが、日本のこと知らねえと、知らなすぎるっていうのを、要はお客さんから日本ってあんなものがあるんでしょう、こんなものがあるんでしょうとかって言われたりとか、あとは〇〇がいいよねとか、こういう考え方どう思うみたいな話を結構、まあ質問を受けた時に、何もわからないと、ああ、確かにそういう考え方もあるよねとかっていうのをちょっとごまかすしかできない自分がいまして、結構そこで気づきというか、自分の国のこと何も知らないなっていうちょっとショックを受けたっていうのはありますね。このショックがかなり大きく感じたっていうところのスタートですだいぶ感じましたね。ありやがとべえうとごいう感じ。ざいます。そこから日本についてちょっと興味を持とうっていうところで、ん、なんですか。そこから日本について興味を持とうっていう感じで、そうです勉強をね。してみたりっていうところで、よさこいやったっていう感じですかそうですね。まあ、正確に言うと、まあ、大学ね。の頃からよさこいっていうのは、やってたんですけども、ですね。で、まあ、趣味としてずっとやってたんですけど、その海外営業っていう、まあ、立ち位置に立って、何か日本のことをもっと知らないとなのか、知りたいなって思った時に、自分は別に小さい頃からなんか伝統舞踊だとか、なんか書道とか茶道とか弓道とか、なんかそういう日本っぽいことを勉強してたわけじゃないので、何かないかなと思った時に、まあ、よさこいはずっとやってるし、結構まあ自信あるかなみたいな感じで、それをちょっとじゃあ、やっていこうかなってところで、まあ、やっていこうと、まあ、活動しだしたっていう感じですかね。ありがとうございます。ちなみによさこいをちょっと長く続けられたということですけど、そのよさこいの魅力
というところをぜひ教えていただきたいです。はい。やさこいの魅力はですね、まあ、そうですね、たくさんありますけど、でも、一個一番好きな瞬間は、はい、一つの振りを、はい、例えばやさこいって本当にもう、2人、3人、5人、10人、50人、100人、300人みたいな感じで結構大勢でやるんですけども、はい、まあ、この大勢であれば大勢であるほど、この一つのなんかポーズとかが、全員バッて決まった瞬間っていうんですかね、がめちゃくちゃ気持ちいいというか、一体感というか、はい、あの瞬間は一番好きですね。なんか伝わりますかね。はい、わかります、わかります。例えば、まあ、振りが揃って、そうです、揃った瞬間だとか、まあ、あとは、何でしょうね、まあ、もともと音楽でバンドとかもしてたこともあったんですけども、はい、まあ、その音がなんか、揃った瞬間というか、最後の締めるときにジャンと締まる瞬間というか、はいはい、揃った感覚ですね、はい、あの瞬間がたまんないよなっていうのはありますね。まあ、たくさんありますけどね、結構そのうちの一つがそれですかね。はいはい、いいですね、もう鳥肌立ちますね、それは。立ちますね、もうスタートから。はい、うん、はい、ありがとうございます。ちょっとまだまだ質問があるので、次の質問に行きたいと思います。はい、じゃあ2つ目はですね、今言ったビジョンや夢をですね、具現化するために、今どんな目標であったり、計画を立てているか教えてください。はい、そうですね、まあ、ぶっちゃけで言いますと、現状はやっぱりちょっとコロナの関係で活動がなかなか思うようにできてないというのはあるんですが、ただ一応計画としては、まあ、辞めるつもりもないんですけども、はい、今、おととし、チームを立ち上げた段階から年間で4カ国は公演したいなっていうところで、はい、まあ、やってまして、で、まあ、活動の、まあ、初年度っていうんですかね、初めての年がメルボルンとマレーシア2回と、はい、あとはアテネですね、ギリシャで活動して、はい、でまあ、日本でもちょっと踊らせてもらったんで、はい、まあ、日本含めたら4カ国っていう感じでやってたんですけども、はい、で本当は昨年もやりたかったんですけど、そこはできてないので、はい、ちょっと今年はこのコロナの関係もあるんですが、やっぱり来年、まあ、ちょっと落ち着いたところで、また年間4カ国は最低パフォーマンスで回りたいなっていうところでは、まず計画としてはあります。うん、まず大枠としてあります、はいはい。ありがとうございます。まあ、特にその中でも、はい、次ここで踊ってみたいみたいな国ってあったりするんですか？そうですね、はい、本当は昨年ベトナムとパリをちょっと予定してたんですよ。はい、他の国もお声掛けとかあったんですけども、はい、なんで、まあ、やっぱり一番日本の祭典でジャパンエキスポっていうのがパリのフランスで、まあ、フランスはパリであるんですけども、まあ、そこはやっぱり出られなかったんで、はい、で、まあ、現地の方とも一緒に踊ろうっていうのも、あの約束というかしてたんですが、まあ、お祭り自体がなくなっちゃったので、はい、まあ、そことベトナムも、まあ、一緒にやろうって言ってた方がいるので、まあ、そこはちょっと確実に行きたいなとは思ってます。いやー、パリでよさこいってなんかまた和と洋のなんかミックスした感じが、なんかどんな世界観が出るのか、なんかめちゃくちゃワクワクしますね。ですよね、まあ、結構楽しみなんですけどね。はい、いや一緒に踊る人もいるんだよね、現地に。うわ、現地にも現地にいるんですよ、うん。海外にも結構いらっしゃるんですけど、サポートで。そうですね、海外も何カ国か、まあ、多分20、30ぐらいあるんですけれども、30カ国で、はい、まあ、チーム、現地でやってる方がいるんですけども、はい、まあ、ちょっと、紹介とかしていただいて、で、そこの方と連絡を取りながら、はい、まあ、まあ、うちのチームが踊りに行ったときに一緒にやっていきましょうみたいなコラボレーションじゃないですけども、はい、っていう形で、まあ、やってるところもありますし、まだ全然、我々のチームがでしょう、ね、コンタクト取れてないところも、まあ、本当にたくさんあると思うんですけども、はい、意外といろんな国でよさこいをやってるところはあります。面白いです。なんかその国々の文化によってなんか踊りのなんかスタイルとかも違ったりとか変わりそうで、うん、なんか面白そうですね、同じよさこいでも。そうですよね、うん、ちょっとよさこいの良さとしてはなんだかんだ言っていろんなこの、まあ、地域の民謡とかをなんかミックさせたりだとか、はい、サンバでなんか出したりとか、はい、別にロックダンスを入れてるとかっていう、まあ、チームもあるので、はい、まあ、その現地の国の、まあ、お踊りと、まあ、組み合わせていくっていうのも全然ありだと思うので、はい、うん、すごくそこは魅力のうちの一つだとも思います。あ、サンバとよさこいのコラボとかめちゃくちゃ気になります。すごいですよね。面白い。すごいな。はい。ありがとうございます。
じゃあちょっと次、3つ目の質問に行きたいと思います。はい、次3つ目はですね、今の目標や計画に対して、まあ、どのような活動指針であったり、まあ、どのような基本活動をしているか教えてください。はい。そうですね、まあ、指針っていう意味で言うと、一応チームを立ち上げたときに、はい、まあ、行動指針を作ってから、まあ、チームを作ったんですけども、はい、まあ、一つが、もう、まあ、その言葉の通りに言っちゃいますと、一つがあなたを最高の笑顔をさせますっていうのと、もう一つが日本文化を世界から発信し続けますというのと、で三つ目が国境も環境の垣根も越えて一つの作品を作りますっていう、この三つをちょっと行動指針で、まあ、挙げてるんですけども、やっぱりチームとしてやるからには、もう見てもらったお客さんの人たちをもう最高になんかワクワクさせるような、まあ、パフォーマンスをしたいよね、うん、そこも最低限必要だよねっていうところと、はい、あとは実は我々のチームそんなに日本とメルボルンで足して多分20から30名ぐらいしかいないんで、少ないといえば少ないんですけれども、はい、で日本のチームの方がもう抜群にうまいチームはもう腐るほどいるんですね、はい、だから、まあ、本当に素晴らしいこととして、まあ、めちゃくちゃいるので、はい、それを我々のチームの強みというかで、まあ、日本文化を世界から発信をしていこうっていう、まあ、ちょっとそのつながりがあるっていう強みを生かして、まあ、そこを発信していくっていうのを継続していこうねっていうところと、うん、で3つ目が、まあ、国境観客の垣根も越えてっていうのが、先ほどの一体感、はい、なんかバッて揃った感じだとか盛り上がる瞬間っていうのを、はい、チーム内だけじゃなくて、もう本当にその行った国の人、行った国のお客さん、行った国のチームっていうのを、はい、もう本当国境国籍っていうのを超えて、もう一体感、まあ、一つの作品を作るっていうのを、はい、まあ、行動指針として挙げてるので、はい、それをやっていくつもりです。やっていきます。いいですね。この国境を越えるっていう、国境を越えて何ですかね、よさこいっていうダンスを使って本当にみんなが笑顔になるっていうところで、まあ、それが本当に何ですか、広がっていくとなんか本当に誰もが幸せにもなれるし、そういった今なかなか逆に国境っていうか境界線がめちゃくちゃできてるな、国同士とか人同士、うんうん、そこの本当ダンス、まあ、よさこいを通してそこをなくしていくっていうのは、はい、めちゃくちゃ素晴らしいなと、はい、感じました、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっともう、はい、どんどん次の質問に行きたいと思います。聞きたいこといっぱいあるんですけど。はい、はい、ありがとうございます。で次がですね、今ですね、そもそも星名さんがその夢やビジョンですね、うん、持ったきっかけであったり、はい、まあ、そこにどのような発見であったり、まあ、出会いがあったのか教えていただければと思います。はい、そうですね、きっかけというか、まあ、いろいろ私の中でよさこいって、まあ、変化というかいろんなきっかけを与えてくれてるので、全部話すとそれこそ、3日4日時間使っちゃうと思うんで、ポイントだけというか、はい、本当にきっかけのとこだけ話をしていきますと、はいはい、高校生の時に、学校、まあ、学祭でソーラン節踊ってる組があったんですね。はい、でそれを見たときに、なんかすごくいいなというか、まあ、もっと言うと、テレビドラマの金八先生というところで、ソーラン節を踊ってまして、はいはい、ソーラン節を見たときに、おなんかみんなで知るのいいなというふうに思いつつも、はい、まあ、その時私、当時 F 組だったんですけども、はい、まあ、C 組のクラスがソーラン節やって、ああ、取られたみたいな感じを見ながら、やりたいなと思ったところが、はい、まあ、一番最初のきっかけではありますね。はい、で最終的にこれがいろいろな転機があって、はい、でこれをちょっと世界で広げていこうと思ったきっかけはやっぱり海外営業をやったってところですかね、はい、海外に行ったっていうのがきっかけだと思います。うん、うん、そうですね、まあ、そこで、うん、はいはい、で、まあ、そうですね。すみません。海外営業をやりまして、日本の文化知らないなと思いまして、はい、でそこからなんか発信したいと思ったんですね。なんか発信したい、でもできない、やっぱ日本の文化よさこいってなって、もやもやしていたところ、まあ、そうですね、それを、まあ、SNS とかで、まあ、情報発信をしていったときに、まあ、共感してくれる人が、まあ、何人かいまして、で、それをきっかけに、まあ、実際ちょっと世界でパフォーマンスをしているある方とかが、まあ、つながってですね、まあ、全然やろうと思えばできるでしょうとかっていう、まあ、そういう、まあ結構人ですよね、いろんな方とのつながりがあって、うん、あ、じゃあもうやるしかねえなと思って今に至るって感じですかね。うん、結構ざっくりすみません。いやいや、ありがとうございます。3年分を本当1分ぐらいまとめてくれてありがとうございます。本当にどうですかね、最初に海外に
行ってからいろいろなんか、あ、こういう世界があるんだって気づき出して、そこからなんか発信したいっていう、なんかそこに至った経緯というか、なんか発信しなくてもされない方も結構多いと思うんですけど、それでもやっぱりそうですもっとね。発信したいと思われたっていうところはいかがですかね、そこのきっかけっていうそうですね。でも発信したい。でも本当にきっかけで言っちゃう。でもやっぱそうですね。ショックが一番大きかったかもしれないですけどね。本当に日本のこと何も知らないから入って、なんかそれを伝えたいな。でも日本のものってすごくいいものも多分あるというか、まあ文化、まあ伝統工芸とかもあるし、職人さんとかも結構いろんなものを、すごい技術とか持ってると思うんですよ。で、特に私、まあちょっと海外に1年間住んだりとかした経験もあったんですけども、一緒にお会いしたメルボルンとか、懐かしいですね。話って大丈夫ですよね。はい。大丈夫です。で、まあ、長さんとかもあったメルボルンで活動したときに、やっぱその当時、現地のメンバーに言われたのは、まあ、オーストラリアなんですけども、メルボルン。オーストラリアってそんなにまあ国もできて、そんなに歴史はないけども、日本はもうものすごい期間の伝統も歴史もあるんだぞ、しゅんと 言われて、まあ、確かにそこは全然目向けてなかったかもな、と思った時に、知ってるんだったらなんか伝えないと本当に無駄だよなってちょっと思ったりとか、まあ、あとは、まあ、私、今の会社がちょっと SNS とかを使って集客とかしている会社なんですけども、やっぱりいいものであっても結局発信というか知られなければないも同然なんで、それってすごくもったいないよなとかって思ったりとか、結構いろいろな要因がありますけども、そういったやっぱり知ってもらうためにやっぱ知ってる人がもしくは歴史のある国にいるって言ったらなんかね、偉そうかもしれないですけども、まあ、そういったものをやっぱ広げていかないとやっぱりなくなっちゃうしなとかっていうところですかね。まあ、そういった部分でやりたいって思ったんですかね。ありがとうございます。いや、本当にそこのショックっていうところからですね、やっぱ知ったからには伝えていきたいっていう、その何かしら、なんか心の底に眠る思いっていうか、なんか増やしたっていうところもいろいろ感じられてたかなって感じましたね。ありがとうございます。ちょっともうこれが最後の質問になって、まあ、今の質問にもちょっと通じるところがあるかと思うんですけども、まあ本当そういった、何ですかね、自分自身の経験、星野さん自身の経験で、やっぱりもっと日本について世界に発信していきたいっていう思いを持ったかと思うんですけど、でもやっぱり人によってはそこまでなんか自分がまずこれをこうやって楽しめればいいかなっていうところで思って、そこまで行動を伝えるとかっていうところに行かない方も多いのかなと思ってまして、それでも何としてでも何としてでも、まあ、これから日本人の人がですね、もっと世界で活躍してほしいっていう思った背景を、子供の頃とかのなんかそんな興味とか、なんかどんな風に親から育てられたとか、もしお話できればとか、なんかそういった幼少期のお話でも聞いてみたいなと思ったんですけど、いかがですありがとうか？ございます。そうですね。でも今の活動から幼少期の頃のつながりって考えたこともなかったんですけども、今の質問は。そうですね。でも幼少期の頃から別に海外に行けても言われないし、日本の文化を教わったわけでもないし、発特に信しなんたかいあとんまか、り、表現したいとかっていうのは、いかがでしょ表現したい。まあ一つ、う？もしあるとしたら、やっぱり自分の何か好きなことで、ビジネスとか、なんかその価値を与えるだとか、発信をするとかっていうことはしたいと思ってたかもしれないですね。というのも、一応、そうですね、もともとは、学生の頃は、ちょっと音楽とか、あとデザインとか勉強して、やっぱりその、なんかちょっと表現って言いたいんですかね、なんかアウトプットするようなものにするようなものって結構好きだったので、それはもしかしたら背景にあるんですかね。なんかそのダンス、踊りで表現するなのか、なんかものづくりは好きだったので、そういうなんか一つの作品を作るなのか、自分をなんか発信するみたいなものなのかっていうのは確かに小さい頃から、まあ好きでしたね。そうですね。ただまあ本当にもともとは海外とかも全く、海外の彼女もなかったですし、なんかその英語の授業なんかも単位取るのを、ここ2回受けてやっと取るぐらい、英語全然ダメだったんで、どうせ使わないし、一緒ぐらいしか思ってたんで、本当そんなダメダメだったんで
だから、まあ、好きなことを何かしたいのかなっていうのはあったかもしれないですね。この自分で物を作る、作品を作る、まあ、発信をするっていうようなところは、確かに小さい頃から、まあ、好きでしたかね。あとは基本的には両親はもう、あんたの好きにしなっていう、まあ、結構放任というか、だったので、それももしかしたら、助けになってたかもしれないですね。なんか、そんなものやんなくていいみたいなこと言われてたら、もしかしたらやってないかもしれないですけど、基本的には、はい、だいたいやりたいって言ったことは、まあ、やりたいんだったらやりゃいいじゃないのみたいな感じだったんで、それはもしかしたら後押ししてくれてるかもしれないですね。ああ。はい。ありがとうございます。そうですね。本当もなんか、いろんなことに興味持ってチャレンジして、やっぱりそこにたどり着いたのが、もう、やさこい。うん、で、本当もその思いでもう今は突き進んでるっていうのが、なんか少しつながった感じがしました。あ、はい。よかったです。ありがとうございます。まあ、ですね、ちょっともう、あっという間の20分なんですけども、ぜひ、まあ、最後にですね、はい、はい、でもまだまだ本当に、まあ、3時間ぐらいは語れるって言ってましたけど、ちょっと20分って短い時間なので、ちょっと最後にですね、まあ、よかったら、よさこいを改めて、まあ、広げて、まあ、どんな世界にしていきたいとか、なんかどんな人を作っていきたいというところ、思いを最後に聞かせていただければと思います。はい。そうですね、まあ、正直、よさこい自体を広げたいかっていうと、はい、よさこいを広げたいとはそんな思ってないです。うん、衝撃的と、はいはい、何が言ってるのかというと、別によさこいは好きですけども、はい、よさこいを好きになれっていうことを言いたいわけじゃなくてですね、まあ、はい、一つの手段としてでいいと思うんですよ。うん、なんかきっかけとして、海外に行くきっかけとしてなんか一緒に踊りませんかとか、うん、あとよさこいっていうものを通じて、なんかその、海外でこの外国人と話すきっかけを作りましょうなのか、はい、そこから英語の勉強してみようかなって思うなのか、はい、ちょっと体を動かすきっかけを作るなのか、人に会うきっかけを作るなのか、はい、何でもいいと思うんですけども、まあ、そういった部分を広げるきっかけに、このよさこいっていうものがなればなと。うん、で、特にまあ日本人はやっぱそういう文化というか、まあ、ちょっといろいろな、まあ、歴史のあるものもあるんで、そういったものを海外に持っていくだけでも、うん、結構海外の方からはすごいとか、まあ、言われたりもするっていうのはあるので、そこの部分を、なんか、自信を持たなくてもいいんですけども、なんかそこをきっかけに、ちょっと他の世界を見てみるっていうことは、なんかぜひやってみてほしいなと。で、結構自分ってすごいのかなとかって思ってもらってもいいと思いますし、でそこからもっと新しい、なんか好きなことなのかっていうのを思ってもらっても、逆に、やっぱり日本がいいなって思ってもらったら、それもいいと思いますし、だからそういうきっかけになればいいなっていうことをすごく思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後にまさかのきっかけっていうところで、すごいですね、はい。でも本当に今の社会で、何ですかね、どちらかというと守りに入っている、やっぱ人とか、企業が多い中で、やっぱこれから本当にもう時代がどうなっていくか分からないところで、少しでも一歩踏み出すということは、これからさ、とてもとても大切なことだなと思いましたし、まあ、それが本当に世界にまた出していくっていうところで、さらに、まあ、よさこい、のよさも今回、はい、変わりましたし、それをですね、具現化されている、まあ、星野さんの思いも、はい、改めて感激しました。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、まあっという間の、はい、時間でしたが、はい、ぜひ今後ともご活躍を楽しみにしています。はい、ありがとうございます。はい、では今日はこれでインタビューを終わらせます、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。